死なない男に恋した少女は、空夜一樹による日本のライトノベル。イラストアプヨが担当。ホビージャパン HJ 文庫館。第1回ノベルジャパン大賞奨励賞受賞作品を開講の後、シリーズ化。第1巻の帯では、ヒロインの新カテゴリー差し出れとのキャッチコピーが使われている。全7巻。のデクトは、表向き普通の高校生だが、 生まれつき不死身の体を持っていた。これまで何度も視殺、撲殺、爆殺、毒殺その他の普通ならば死んでいる、はずの目に合っているが、驚異的な回復力で何事もなかったかのように、生きながらいているため、いつしか近隣一体の不良たちを震え上がらせ、番長に祭り上げられるようになっていた。ある日の晩、犬とは、買い物帰りのところを通りま、それも自分と、 同年代ぐらいの少女に襲われてめったざしにされる。犬とをめったざしにした少女はその場を立ち去るが、しばらくして、犬とは通り魔がいなくなったのを見計らって立ち上がり、そのまま家路に着いた。翌日、犬とを襲った通り魔、霧崎京子が、名刀学園に転校してくるが、放課後、京子は犬とを校舎裏に呼び出し、いきなり告白してきた。釘と、 私の恋人になってくれ。ありがとうございます。